卒業おめでとう。校長先生から今一人一人の皆さんに証書を出しました。その姿はとても立派でした。今日皆さんに卒業証書を渡しましたが、皆さんと加えて山田稲美小学校の卒業生は7630人になりました。この学校は非常に歴史のある学校です。明治6年にこの山田稲美小学校は稲葉小学校として創立されました。それから数えてちょうど140周年を迎える年です。そんな素晴らしい年に君たちが卒業できることを校長先生もとても嬉しく思います。今から皆さんは小学校1年生としてこの山田稲美小学校に入学してきました。それから6年が経ち、随分と立派になりました。これほど立派になったことは皆さん方自身の努力はもちろんですが、周りにも多くの人たちの支えがあった。このことを決して忘れないでほしいなと思います。周りの支えがあったからこそ今の自分がこの心をいつまでも持ち続けていてほしいなと思います。今日校長先生は卒業していく君たちに6つの木をプレゼントしたいと思います。失礼、5本です。5つです。まず1つ目、中学生になっても元気、これを大切にしてほしいなと思っています。次、2つ目、本気。一つのことに集中して最後までやり遂げる、粘り強く続けるという強い心が大切。少しだけやって、ああもうダメだな、やめてしまう、あるいは嫌になって長続きしない、こんな心ではどんなことも成し遂げることはできません。最後までしんどくても粘り強く、そして頑張っていく、こういったところが大切になってきます。3つ目、本気。
さっき二つ目根気ということを言いましたが、根気強く一つのことをやり遂げようとすれば本気にならなくてはできるものではありません。いつもだらだらと心が緩んだ状態で物事をやっていくと周りからは信用もされません。そしてやり遂げることはできません。やるときはやるんだ、こういった気迫が大切になってきます。こういった気持ちでやれば周りからも信頼され、そして君たちがこれから生きていく社会の中でも通用する人間になっていきます。4つ目、勇気。どんな困難に出会っても勇気を振り起こして立ち向かっていく、こういったことが大切です。例えば今学校で問題になっているいじめの問題、自分の周りで人をいじめている人がいた場合、勇気を持ってやめたれよという強い心、こういった姿を見せていってほしいなと思います。これから君たちが中学生になり、やがては社会人になっていきます。そうしたときに何とかこの勇気を持って行動しなければならない場面が出てきます。最後5つ目の木です。これは少し難しい言葉です。脇、漢字で脇あいあいというね、漢字辞典あるいは国語辞典で聞いていただくと、この脇あいあいという字が、あいあいというのはとても難しい漢字です。いつも周りに対して温かい思いやり、そして感謝の心を持つ、こういったことが大切になってきます。困っている人がおった場合、温かい手を差し伸べてあげる、そしてその人の身になって共に考え、共に苦しみ、その苦しみを分かち合える、人の心の痛みが分かる、そういう人間になってほしいと思います。そして周りの人や友達と仲良く和気あいあいと暮らしていける人、そんな君たちになってほしいなと思います。一つ目からもう一度言いますね。元気。根気。本気。勇気。そして和気。この5つの木が君たちの心の中にしっかりと根付いてくれることを願って、卒業していく君たちへの学びの言葉といたします。結びにあたりまして、本日まで
第一歩を踏み出しました。その36年前の教師生活来た時に、卒業生も何人もこの山田君の小学校で送り出しました。その山田君の小学校で校長先生として君たちに卒業証書を渡せたことをとても幸せに思います。保護者の皆様、地域の皆様方、ご来場の方々、今後ともよろしくお願い申し上げまして、簡単でございますが、私の式辞といたします。平成25年3月26日、岸和田市立山田南小学校、校長、田中浩一。Thank you.